うまく調整してこのゲームに入れたな、入れてるなって感じしてますね。これでいいわけですね。いいと思いますね。いい角度で上がった右中間、藤井のツーランホームラン、これで一気に2点差。ツーアウトから追い込んでから打たれてしまった落ち、これはいけません、はい、この打たれ方はいけません。あれだけフォークボールを振らして追い込んでいて、はい、勝負球というんでしょうかね、ここからのそのボールを簡単にホームランを打てるようなボールを投げていけませんね。いや、極端な話、ストライクをいらずに打ち、どうやって打ち取ったっていうのは、そういう考えのピッチングをしてほしいですよね。だからここら辺の一球はそこ行ってしまったじゃ困るんですよね、はい、文句なしのツーランホームランです。完璧に捉えられてますからね。いやー、これは一気になんか今までの高評価がダクンと下がりましたね、だから要は追い込む